セッションタイム、最初、ちょっとデュオで、やりたいと思います、サックスのチョビンくんです。拍手。僕がやっている、やっていた、ロックシンガーの浜田麻里さんという方もですね、もう今でも東名阪ツアーやって、この間も東京の、大きなところで何千人入るようなところで、ビーズのキーボードの増田さんとかと一緒にやってる、そのベースの山田優さんという方と一緒にずっとカリカリというバンドを20年ぐらい前からやってまして、その時の20年来の友達です。よろしくお願いします。で、実は、6、7年ぶりぐらいに会うんです、今日ね。本当に最後6年前ここで会ったきり、ね、行き別れになったっていう、ね、連絡も取れず、そしたら Facebook とか始めていきなり元気みたいな感じで、今日やるんだよねって言われて、でじゃあやろうかみたいな。なのでちょっと何も打ち合わせはしてませんが、一応曲は決めてきましたので、どういう曲なのか、本田敏之さんですね。ああ、はいはいはい。それをちょっと、お聴きください。リバーブたっぷりで。Thank you.
商品でした。この流れでですね、せっかくチョビンが来てくれたので、前回ですね、なんとかチャップリンという曲をやったんですが、それをまたちょっとやってみようかなと思いまして、メンバーの皆さん、ちょっと一緒にローリーなチャップリンをちょっとやってみましょうか。
僕の親友調印でした、キラーでお願いします。名古屋のですね、名古屋スクールミュージック専門バンドダンス専門学校の師匠が大好きで来てくれましたので、何やろうかなってさっきね話をしてたんですけど、ちょっとソウルフルなノリの、チキンっていう曲が、かなりパワーフルな、キラーっていう曲がどっちかなと思ったんですけど、キラーですね。ヒロ先輩、音を出し方が、
ところと。じゃあすいません、ちょっとお騒がせしますが、キラー、お騒がせしまして申し訳ございませんが、キラーという曲です。
じゃあドラムが、あ、ちょっと自己紹介。名古屋スクールオブミュージック2年生のギターコースの渡辺翔吾です。翔吾くん、同じく、卒業生の須村です。名古屋スクールオブミュージック2年生の小林大輝です。じゃあ、曲変わるかな、ドラム変わるかな、森藤君。今私ミュージカルのいろいろなレコードをやってまして、その、ね、ミュージカルの劇中バンドのドラムをやってくれる、森藤君です。拍手。じゃあ、こういうセッションといえば、まあね、チキンみたいなところなので、ちょっとチキンという曲をやってみようと思います。では、ベースから行ってしれっと入ってもらうか、メロディーが入ったとこがスタートって感じ。今日は、振ります。授業Thank you.
俺のイメージ君なの何歳はい、25ぐらいです。つなぎで僕が蝶々を紹介しています。ありますか？
オッケー、じゃあリトルインがないで、あ、イーストでできる。ペコちゃんとかタツヤ、リトルウィンとか。私ごめんなさい、歌えないです。どちらか歌える。歌える？タツヤさんが歌える。歌える？いいよ、ナートフィアミハランハディよ。めっちゃ怒られた。ちょっと今緊張してる。ビューさん、ファーツゴインゴーン、ファーツゴインゴーン、Eマイナーですか？ Eフラット。あとギターのフゲアンってやつ。あ、タツヤ、ここに歌詞あるよ。Thank you.
When I saw her, she came to me with a solid smile to make it fly. A lot of rhymes around the world. ご紹介をお願いします。山本康介って言いますね。
じゃあ、それは。はい、ありがとうございました。じゃあ次に、マーヴィン・ゲイの、What's Going On を歌いたいと思います。じゃあ、ヒューさん、初めてのセッションで。Brother, brother, brother.
瞳に恋してるという番組が曲をやってみようかなと思います。で、じゃあガラスの皆さん、前の方に来て一緒にやってみましょう。でこれで、まあ、とりあえずラストとさせていただきまして、thank you.
チラシを持って宣伝なんか。あ、そうです。チラシが入るんですけど、来週の、9月9日、メドフピアチュエレで、今回はですね、いつもは3人でアニソン、昔のアニソンとかコスプレしてカバーしてキャッキャッキャッキャしてるんですけど、今回はボーちゃんも、加わってくれて、ガラーズプラスとしてですね、ディスコサウンドとか、あと何でした、アイドルソングとかをカバーしたライブを来週9月9日ピアチェレで行います。で、ありがとうございます。これからやる Can't Take My Eyes Off of You も、その中でやるんですが、宣伝がてらお邪魔いたします。4人で歌うので、それぞれ担当の曲もあるんですけど、今回は全員で歌います。おい、狭い。そういうことあ、そうなんです。いつもは、じゃあいつもは陽子とゆり子としょこっていう3人でガラーズ、柄物を着てる人たちってことで、ガラーズでアニソンとか、ゼブラーズじゃなかった、ゼブラーズとイナチーズとかはちょっといろいろあズーズーたちはズーたちは、はい、それで今回は、ちょっといつもアニソンとかとは趣向を変えて、ダンスディスコ、ディスコサウンドとアイドルサウンドやるライブです。今回はキャンティーカメラソンという聞いてください。じゃあちょっとここで説明をさせていただきたいと思います、はい。最初サビのコード進行をしてて、響きがブレイクするので、ここが入れないと、ここが入れないと止まったら入る、止まったら、で最後は、楽器ソロやるので、順番にソロやって、最後なべちゃんからふわーってソロやってて、で合図をよくなべちゃんの方を見て合図来たら、最後サビ、一回歌ってテイク終わり。聞いてる？僕のアイドル。どちらかです。大丈夫ですか？後ろ見える？アイズ見えかったらスマホ置いといて、なんかライングループがあるから。はい、じゃあ125分のダンスビート、はい。We'll be right back.
じゃあ、これでセッションタイム終わりたいと思います。本日はどうも最後までありがとうございました。楽しかったです。